はい、こんにちは、かげまるです。ヤクルトさんのラクミーコーヒー味豆乳飲料の動画レポートです。カロリー 31% 控えめということです。こちら、それでは早速原材料名の方ですね、チェックしていってみたいと思います。すいません、噛んでしまいました。原材料名の方なんですが、大豆、遺伝子組み換えではないものを使用ということと、加糖ブドウ糖、液糖、コーヒー、食塩、香料、カラメル、すみません、乳化剤、なんたらかんたらということです。あとはカロリーの方なんですけれども、1本あたり85キロカロリーですね。それでは早速中身の方をチェックしてみたいと思います。はい、中身の方なんですけれども、そうですね、バナナ味に比べると、そうですね、豆乳感というものは少ないのかなっていう感じですね。ちょっと香りの方チェックしてみます。これはほとんどコーヒーの匂いですね。と、豆の匂いはあんまりしないですね。それではお味の方チェックしてみたいと思います。あ、これ美味しい。ほとんど豆乳という感覚はないですね。ただ喉越しちょっとだけ豆っぽいような感じもするんですが、かなりコーヒーの味で紛れて飲みやすいっていうか、逆に美味しいですね。ちょっともう一回チェックしてみます。あ、二口目もっと美味しいですね。さすがですね、ヤクルトさん、かなり飲みやすいです。これかなりいいんじゃないでしょうか。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。